チャオ、あっちゃんです。今日6月の11日、あっちゃんちの晩ご飯の後のデザートタイム、ね、ローソンマチカフェで買ってきたゴダイバー、はい、ゴダイバーの、生ショコラ大福、ね、ゴダイバーです。あのお台場じゃないです。ゴディバってアメリカ の、 あの読み方、うん、あのネイティブの読み方はゴダイバーって読むやって、うん、でこの前聞いた早速使ってみたかって、さあどうでもいい、ね、そんなに ゴダイバー食べたかって、うん、では食べましょうね、はい、それはゴダイバーで思い出したけど、あっちゃんいつも行くイオンモール柏にね、あのゴディバー入ってた、うん、そこゴディバーかよって、はい、すごいね、またね、このすごいココアパウダー、ヒカルがね、ココアパウダーたっぷりすぎたいってこと、量の方食べれないの、え、量の中で、黒い粉くじ瓶になった、うん、あのね、ちなみに値段は260円税込み、ちなみに、ね、ちなみに、ね、ちなみにばっかりだけど、漢字的にはあっちゃんの大好きなセブンのクリームわらび、ティラミスわらび、チョコレートわらび、それに近い感じやねんけども、そこは値段が 2.6 倍、 2.5倍ぐらい、ね、2.5 倍のこれ、そんだけの値打ちあんのかって言ったら、そこが濃い、うん、さすがゴダイバー。俺鏡ない、ほんで黒い口紅やなんかのあれみたい、ハロウィンのメイクみたいな、ハロウィンメイクの仕上げにゴダイバ食べてみませんか、リアルタイムじゃないで、うん、やば、チョコ濃すぎて、セブンのクリームわらびほどパクパク食べられへんぐらいチョコが濃い、めっちゃ美味しい、うん、ミルクが合うでしょうか、あ、ミルクが美味しい、うん、うん、うん、美味しいね2分買ったら結構部屋になるけどね、確かにセブンのクリームわらびも美味しいけど、めちゃくちゃ濃い、うん、美味しい、うん、でもね、うん、すんごい、なんていうかな、満足テレビにひょっこりやってるの、何を思ってんか分からない、何を思ってんか分からない、また怒られるからね、ファンの人ごめんなさい、あっちゃんは何が面白いか分かりません、はい、うん、そんなのでもいいね、はい、テレビ出てきたからね、うん、意味分からない、うん、ということで、できたよで、タグダイバーは
違った、うん、ちょ、え、あれ飲まへん、ミルク飲んでもダメ、でももうちょっとあるけど、美味しい牛乳、ちょ、これ好き、量、これ好きやね、美味しい牛乳買ってきて、言って、うん、もうこれで終わり、飲んでしまった時、はい、っていうことで、今日のあっちゃんちの晩御飯の後のデザートタイム、ローソン町カフェゴダイバーの、生チョコ、生チョコ大福、うん、あのわらびとは言われへんね、全くわらび、セブン のクリームわらび、あのチョコわらびみたいなもん、わらび餅みたいなに巻かれてんね、わらび餅か、わらび餅じゃないな、お餅やなこれ、うん、わらび餅じゃない、わらび餅ほどさ、あのさらっとしてないね、お餅やね、でもなんかよう似たもんやけどね、美味しい美味しい、うん、これはこれでちゃんは好きです、ただちょっと高いからそんなに食べられへんかな、うん、ね、でもまあね、できたらリピしたいな、でもまた買うかも美味しかったです、はい、ということで、今日のあっちゃんちの晩ご飯の後のデザートタイムはゴダイバー、ローソン町カフェゴダイバーでした、ということで、今日のあっちゃんの、デザート動画良かったよと思ってくれたら高評価をで、応援コメントとかね、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです、ではまたね、バイバイ。